入場3分前です。ジョー君、ブルーチーム、ジョー君はキャプテンでしょ。あ、こちら、はい、ブルーチーム、ホワイトチーム、それぞれこちら先頭、こちらになります。先頭、先頭、ジョー君、番号順で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 、番号順ちょっと出てきたよね。そんな姿は見たことないから。スターになったな。ドブリだ。はい。次の場所になります。セカンド。中盤が動けそうなんだそっちは。あとは一番じゃないの。いや一番じゃないですよもう。鳥？鳥。青の鳥。俺呼ばれる？いやいやいや、もう最高でしょ。お待たせいたしました。30周年記念 OB マッチサポーテッドバイ命つなぐアクション、出場選手を紹介していきましょう。まずは横浜F・マリノスチームブルー、背番号4番ハト康博、背番号6番小倉翔平、背番号9番鈴木隆之、背番号11番城昌司、背番号13番小宮山隆信、背番号14番加納健太、背番号29番谷口博之、30番松木秀樹、背番号31番下川健一、背番号34番尾本圭、背番号35番天野隆、背番号続いて横浜 F のチームホワイ、背番号2番長山邦夫、背番号4番栗原優斗、背番号7番兵藤慎吾、
11番坂田大輔、背番号13番小林優造、背番号15番佐藤和樹、背番号18番清水のりさ、背番号19番小池大輔、背番号23番大橋正弘、背番号25番小原翔吾、背番号29番阿部裕太郎、背番号36番秋元陽太、総監督水沼隆、背番号3番松田直樹、以上30周年記念 OB マッチサポーテッドバイ命つなぐアクション選手のご紹介でした。皆さん大きな拍手をお送りください。そして主審は家元正明さんです。さあそれでは皆さん、ここからはピッチ上での進行へと移らせていただきます。今参加するチームブルーとホワイトの皆さんの集合写真が整いました。松田選手もきっとこの中に一緒にいることと思います。今日は皆さん大いに盛り上がっていってください。元気ですか？敵味方なくホワイトブルー、今日は気持ち一つに、そして正々堂々と戦ってまいります。総監督は水沼隆さん、はい、水沼さん、総監督として今日一言、どんな思いでのプレー期待したいですか？頑張ります。ありがとうございます。そしてなんと本日は木村和志さんもお越しいただいております。ツイッター始めました、よろしくお願いします。いいえ、お前コータが頑張れんや。コータ頑張ります、お願いします。さすがレジェンドでございます。もうあうんの呼吸でね、お二人にはこれからもトークやっていただきたいと思うんですが、私は司会を担当させていただきます中岩寺香織と申します。どうぞよろしくお願いします。キックオフです。チーム構成はですね、はい、平均年齢というか全体の年齢を足して11で割って1歳違いで今なってます。あ、そういう感じにしたんですか？はい、ただ誰かが言ってましたが、白のが強そうだぞっていうふうに言ってました。一応バランスは取ったんですけど、はい、和志さんどうですか？でも最初からお肉なんか、お肉、長山、はい、もうつまずいてるもん。お肉出てないです、和志さん。え、これ佐藤和樹です。ああ、そうなのか、はい、ごめん、最初からボケで面白かったです。手前にモニターもあるので、どうぞこちらもご覧いただきながらお願いしたいと思いますが、はい、
いやでも懐かしいこの OB の面々がこの日産スタジアムでプレーをするってもう最高のシチュエーションですね、この鹿島戦の前に。そう思います。あのサッカーの質は今のマリノスとは全然違いますからね。ハイインテンシティではないです。もうね皆さん平均年齢がだっていくつぐらいですか、水沼さん。 41.27。 40歳オーバー。はい、まあ、でも今日のためにね、あのトレーニングも結構選手の皆さんしてましたよね。いや、してる人としてない人はいます。あ、してない人がいる。はい。誰だろう、この動きでちょっとバレちゃうんですかね。城庄司は前で待ってるって言ってました。お、11番をつけて、はい、今ちょっと左サイドの方にいますけれどもね。これ実況あった方がいい感じですか、皆さん静かに見た方がいい感じですか、どういう感じです、いいですか、このままでいいですか。あ、このままで大丈夫です。大丈夫ですか。ありがとうございます。リアクションが大事なのでこういうことはね、はい、もうなわしみたいにあまり喋らん方がええど。あ、さっきね天野がエンジン組んだ時にちゃぶれって言ってましたよ。あいつちゃぶれんくせにさ。お、いいクロス入りましたが、これはちょっとね、やっぱり白の方が強そうじゃないですか。お、どうですか、回してます。お、サカティ右サイドからね。お、さ、あ、鳩くん今日はあのセンターバックです。サイドではない、はい、その心はちょっと不満げでしたけどね。なんでだみたいな。でも松のように上がれとは言っときました、僕は。センターバックだけど、うん、楽しみですね、ゴール前まで来るか。お、これ松木です。松木さんすごい、クロス、水沼直伝の。ああ、いっぱい練習したんだけどな。お、お、加納健太選手ですね今の。健太だからな。健太でしたね今のは。入らんよな。あ、本当に金髪じゃないですね、さすがに。イケメン続行です。はい、やっぱりうまいですね、ワンタッチは。ジョーさん、ジョー選手。おお、抜けた、鈴木孝之選手。おお、ゴール。白のがいいんじゃないですかって言ったら怒ったの。これ今、あ、今松に捧げましたよ。素晴らしいシュート。いや、決まりました。ただいまの得点はチームブルー鈴木孝之選手でした。俺やりますよって言ってましたからね、さっき。やっぱり代表ですからね、はい、魂見せてもらいますね。代表 OB 戦でもの活躍するで、この2人は。マジですか。お、あ、そうだ、木村和志さんは代表の OB 戦とか行ったら監督とかやられるんですよね。そうそう、まあ、日産 OB である金田さんとかはもう50、あ、違う、65よ、65なのにまだ仕掛けますからね、あの人。ドリブルで仕掛けるんですよ。いないですよ、なかなかそういう人。今でもね、走ってらっしゃるんでしょうかね、鍛えて。走ってるのと焼いてますね。黒いですね。はい。だけど本当に好きみたいです、ドリブルで仕掛けて抜くのが。うーん、それができる。さあ、またブルーのボール。奥です。ケンタも動けるな。お、オグです。これ谷です。オグなんか氷屋やっとるよ。いや、やってます。あのここのスタグルにも登場するらしいです。オグのかき氷屋、天然のね、はい、かき氷で山梨からの美味しいそうです。コミです。お、左サイドからコミ。コミもちょうど僕が現場にいた時に一緒にやってますからね。どうですか、動きに変わりないですか。変わってます。ちょっと重くなってます、ね、だいぶ変わってます、だいぶ変わってます、はい、さあ今度サイド、逆サイドに天野選手。あ、いいですね今の、下がっていいですね。天野にはやっぱりやらしちゃいかんというのはよく分かってますね。お、谷です。お、和樹、あ、松木君頑張りました。お、ハト君上がってますよ。今ホワイト取ったらチャンスですけどね。前に2人残ってますよ、次郎くんと雄太郎くんが。お、雄三も張り切ってますよ。お、上がっていくか。いいですね雄三。
さあ行きましょう、白ホワイト行ってください。1点返したいですね、はい、お大橋選手、ハト君来ました。おあー、おー追いかけて、おおあー、ジロー君ある意味変わってないっていう感じでしたよ惜しいっていうね熱いプレーが続きます、はい、さあまたホワイトのボールです。お、兵藤選手、昨日お誕生日ハッピーバースデー。お、兵藤君ハッピーバースデー。今いろんな指導者の勉強してるって言ってましたさっき。 あいつ何歳になったの。これでね、37とかじゃないですか。そう、37歳になりましたね。まだ若いの。勉強中です今、指導者のいろんなことを吸収してる。お、お、言うぞ。お、あー今奥でしたかね、対応してたの。滑らせたんですけど、そこまでは良かったですね。もうすぐ10分ですまだ半分いってないですよ、みんな。なんかちょっと足がもつれてる選手も。まだ10分いってない、半分いってない見えてきましたけどそろそろインテンシティ高めでお願いします。ね、この後の試合につなげるためにも OB の皆さんの素晴らしい戦いぶりをぜひ見せていただきたいです。今日スタジアムに来てくださっている方たちはこの選手たちをどれだけ知ってますかね。みんな知ってる、知らない人もいるんじゃないですか。まあね、お子さんとかはどうなんでしょう。全員知ってるという人、拍手お願いします。ああ、ありがたい、はい、そして木村和志さん、水沼さんのプレーも見たことあるという人、拍手お願いします。これは嘘じゃないですか。そんなことないですよこれだけのやっぱりマリノス愛がね、持った皆さんが今日集まってくださっています。さあボールはブルーです。もうちょっと天野にまあ、オーバーラップだけじゃなくてインナーラップっていう最近のプレーをやってもらいたいなっていう思いますけどね。言ってもわからない。インナーラップしてください、天野。インナーラップ監督指示をね、はい、お願いいたします。ハーフスペースで受けてインナーラップしてください。もうそれより早く帰れいやもうプレーを最後までぜひしていただかないと。違う違う、いいですね、自分のポジションに帰れって言ったトノです。ま、あなたの方がひどいよ、家に帰れって言うこと。なんてひどいんだ私。自分のポジションに帰れって和志さんは言ったのに、中外さんは家に帰れと解釈したらしいです失礼いたしました。最後までお願いします一緒にキックオフマリノスやったのにな。ね、お世話になりました本当に。もうマリノスを応援する気持ちは変わりません。僕と中谷さんがキックオフマリノスをやってた頃、知ってる方いらっしゃいますか。ありがとうございます。年に1回ぐらい復活の日も作ってもいいんじゃないですか。おありがとうございます。調子に乗ってます、すいませんさあ試合に集中しましょう。お肉そろそろ行きますよ。なんか今すごく楽しそうに感じて。あ、チャンス来ました。ああこれは惜しい阿部雄太郎頑張ってますけどね。今何分ぐらいですか。15分ぐらい経ちましたか。12分とか今13分ぐらいです。13分経ちました。25分一本勝負ですからね。ゴール前入ってください。それは何でしょう。今のは何でしょう。バックパスバックパス さあホワイト今1対0でね、1点をブルーがリードしてますから。兵藤はやっぱりさすがですね。現役の時もそうですけど、もう常にバランスを取る役目で、今日はちょっと自分のポジション外して前行っちゃってもいいんじゃないですか。兵藤選手どうでしょう。動けますからね彼は。まだね全然ですよね、はい、大丈夫ですよ。はい、結構こう、さっき結構声出てたんですけど、今ちょっと声も出なくなって低くなってきましたかね皆さん。いや、なかなかね、喋るって大事なんですけど、はい、辛い時もあるんですよ。そうですよね、はい、大変よ選手はもう、ね、こんな暑い中で。そうですよね。おお、あ、高行き良くないですか。す
すげえシュート持ってますね。現役復活ですかね。あ、ユーザー来ました。あ、ドクター小倉選手、さすがオーグです。マムシですからね。はい、マムシです。氷です。アマアマお、なんだアマアマも勘違いですよね。走ってなんぼの選手。いや本当ですね。なんで走らんのじゃお前。思い出して思い出して、いい時のイメージを。もう本当に帰らすぞお前。ポジションと言ってます。謝ってます。愛されてます、はい、天野隆選手。さあ加納選手のコーナーキックです。蹴れるんか健太。あ、いいボールはね蹴るんですよ。あ、蹴らないじゃないですか。もうこの二人お、レジェンド。あ、チャンス。さあ行くか。大橋、大橋華麗なスルーパス出すか。あ、出ないか。ああ殿さん、殿さんです。殿池さん、もうすぐ。あ、リプレイが来てますよ今。はい、あー殿池さん惜しかった。お、そろそろ。はい、お肉スタンバイです。長山邦夫行きますよ。お肉さん、はい、お、どなたと交代ですか。葉月行きます。はい、長山邦夫、お肉行きます。ここで選手交代です。佐藤和樹選手に代わって長山邦夫選手が入りました。渋いんですよお肉がね、本当に。安定お疲れ様でした和樹。佐藤選手お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか、久しぶりにプレーして皆さんと。いやもう楽しかったですけど、見てるお客さんは楽しくなかったかもしれない。そんなことないです、楽しかったです。もう体的には大丈夫ですか。いやもう本当ね、アマはアマ、もうちょっとやれるイメージだったんですけど、ね、アマ外じゃなくて中行けよ。じゃあここから応援よろしくお願いします。あ、スルーパスからの中いないですね。あ、オーグ来ましたけどね。あのこれはホワイトとブルーの戦いなので、はい、まあ、僕今日は総監督ですけど、まあ、1人しかいないわけじゃないです か、 だから紅白戦のイメージなんですけど、はい、あ、全然もうひどい。あ、おちょっと待ってください。 VAR 確認してます今、家元さん確認してます。確認してます。今のはどうですか。僕が放送席だったらこれは誤審でしょうねって言いますね。これは、あ、ほらね、あ、VAR 介入しましたけど、はい、やっぱり大事、ね、それはそうですよ。本当に、はい、今 VAR 確認しました。リハーサル中ですもん今、本番の。巨大スクリーンで、さすが家元氏。あ、ジョーはね結構やるんですよあれ。だからもうマークされてる。お、ああいう風に倒れるっていうことはね、マリーシア的な、はい、はい、やっぱりね、もう鍛えられた、ね、さあホワイトを入れないと。お、言うぞ。さ、クロスを、お、上げた。おお、素晴らしい。阿部選手、阿部雄太郎、すごい、ゴー、あ、すごいな。ただいまの得点はチームホワイト阿部雄太郎選手でした。いや、現役の時に見たことなかったな。すごいいいとこ入ってきましたね。おお、一歩も動けず。あ、エンジン組んでますよ、はい、松に捧げます。雄三のクロスじゃないですか。でしたね。兵藤選手はそこをちゃんとこうしゃがんでスルーして、はい、前でね、はい、いや、ナイスボール雄三、素晴らしい。さあこれで1対1の同点となりました。あと残り時間どのぐらいですかね。みんなまだ7分もあるぞ。頑張るんだ。もう選手交代なしですからね。入ったんじゃないの。おお、素晴らしい。すげえ高行きです。視野が広いんです。すごい、やっぱりね、指導者になってから視野がだいぶ変わりましたよ。見えるところがだいぶ変わりました。いやー、っていうか
アキ何やってんだって綺麗に軌道見てました今ね。アキね、綺麗に見てましたよね、うん、今ね、このピッチ上で声が飛んでます、ね、あ、雄三いいですよ、雄三やっぱりクラブのためにね、今頑張ってくれてますので、キャプテンですからね、はい、高幸は本当に動けるな、すごいな、体型も変わらないですから ね、おお、お惜しい、秋元は今日見送ることしかしてないですよ今もなんか見送ってましたよ、バーに当たってましたけど、お、いいですね、トライゲー、学生の見本となれ、早稲田大学監督ですからね、はい、トライゲー見本となれ、お、おーって言いましたよ今、ゆうたろう、おーって言われてるあ、来た、いや、いいですよ、この展開、今のはちょっと飛び方がまずくないですか、今、ゆうたろうの雄三もいいボール蹴りますねあと少し、あえて残ってるのか、前行けないのかっていう話ですよね、まあ行けない方だろうな、行けないですね、あ、大橋、いい、あ、うん、お、誘導行きました、もうプレッシャーいってますよ、みんな連動しないと、はい、連動して、そうですね、いいですね、素晴らしい、あ、素晴らしい、ファンゾー、さあ決めてください、あと1点、右からのクロスしか今チャンスないですよ左機能してないですよ、今長山選手が待ってますよ、じゃあ、あのね、ゆうたろうがね、どんどん中行っちゃうんですよだから幅はいらないですね、今日は中だ、いらない、中でいい、おおおお、俺の声、俺の声が聞こえたな、今日2点目、阿部ゆうたろう選手、ナイスゴール、ああいう選手じゃなかったんですよ、そうですか、はい、ああいうことを求めていたんですけど、なかなかうまくいかなかったっていう、そうでしたか、はい、素晴らしいですね、素晴らしい、リプレイです、さすが、兵道からのクロスを、おお、もう下川さんもついていけませんでした、今いいですね、今競り合ってたの誰ですか、ブルーは、お、今2対2ですからね、先ほどのね、はい、鈴木選手のようなプレーがあれば、あ、本当ですよ、はい、これ打っちゃってもいいんじゃないの、あ、小宮山です、お、中いますよ、人が、あれ、ああ、ということでここでタイムアップ、試合終了、今日のこの25分一本勝負は2対2の引き分けということになりました、素晴らしいプレーでしたね監督、そうですね、はい、まあ、結果的には2対2の引き分けでしたけど、多分怪我人はいないと思いますので、まずそれが一番です、あ、よかったです、はい、熱中症も心配してましたので、監督としては、そうですね、はい、多分大丈夫だと思います、はい、こう見る限り皆さんちょっと元気そうで、はい、見る限りは大丈夫、はい、あの阿部雄太郎はですね、はい、今日ウォーミングアップの時から靴を隠されたりとか結構いじられてて、いじられて、はい、その気持ちをピッチで表しました、ぶつけましたね、はい、よかったと思います、今日2ゴールの活躍ですよ、はい、素晴らしい、ブルーも鈴木孝之ね、はい、素晴らしい、はい、ということで2対2の引き分け、本当に素晴らしいプレー、どうもありがとうございました、大きな皆さんありがとうございました、アントラーズのサポーターの皆さんもありがとうございました、さあそれではこの後場内一周をいたします、大きな拍手をお送りください、すげえ蹴れるし、すげえ、ちょっとびっくり、収録でやっていいですか、そしたらこっちからドリンク飲みながら回ろう、そしたらもう受かろう、ナイス、あ、ありがとうございます、高橋さん、高橋さん、高橋さん、痛い痛い痛い、あのね、やっぱマリノスの遅咲き、コータも代表に輝いたように、あれやっぱ引退して輝いた、引退してから、うん、引退してから輝いて、遅えっていうね、で、いや、松さんの力っす、降りてきたね、現役の時やったことない、そうだよな、そうだよ、まあ一応言っといたけど、ありがとうございます、それがあったらもっと違った確かに、ね、
めっちゃ汗かいた。そうです。頑張りにさあ、ありがとうございました。いやでも本当30周年ね迎えられて本当に良かったっていうことと、まあみんなでねこういうふうにメンバーが若手も含めて集まれるっていうのはね、やっぱこの上ない本当幸せだなと思いますし、まあ直樹のためにもねみんな集まってくれたんで、まあ彼も喜んでるのかなと思いますね。疲れましたでも楽しかったです。いやいやいや、日頃のトレーニングの成果ですよ。スクール今やってるから、今日もさ子供来てるから、自分の教え子来てるから決めないとまずいし。お前が巻いてるの一本。このグラウンドのデカさだと、その動いてる人と動いてない人の差が相当でしょ。きつかった。めっちゃ疲れましたよ。よくやってたなと思います。みんなと日産スタジアムでやれるのが最高ですね。動きはもう別として、こうやってみんなと集まって、まあ、昔の感じでいじられて、最高に楽しいです。幸せな時間でした。ありがとうございます。天のところにボールが入ったらそこだけは行ってやろうと思ってたんですけど、あいつが逃げたんで見せ話。いやまあ動けなかったですけど楽しかったです。みんなで集まれてやれたことが。いや素晴らしいイベントと松のことで呼んでいただきましてありがとうございました。楽しかったです試合は。これだけねブランクがあってもテクニックがすごいですし感動しました。はい。楽しいです。やっぱり会えるのも楽しいし、やっぱりこういう機会ってなかなか取れない今のやっぱり時期とかも考えると、でもこうやってねこう松を持ってみんなが集まってくれて、でサポーターの皆さんもそれを見に来てくれて、で本当に全ての選手がこうみんなからねこう慕われてんだなとか愛されてるんだなっていうのも分かったし、とても貴重な時間をありがとうございました。はい、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